ルイジ・コラーニ、ルイジ・コラーニ、ルイージ・コラニー、1928年8月2日帯は、ドイツ・ベルリン出身の工業デザイナー。自然をモチーフにした、緩やかかつ生物的な曲面を持つデザインで知られている。1970年代から1980年代、初頭の未来派デザインを代表する工業デザイナーの一人である。日本にも、 1985年の国際科学技術、博覧会、筑波85、または科学万博でも彼のデザインによるボットが見られたほか、2005年にも京都工芸繊維大学でデザイン展が開かれるなどしている。その独特のフォルムは流体力学的にも人間工学的にも説得力を持ち、航空機や船舶といったものから、住居、バスタブ、 黒おけ、靴やバスローブといった衣類など、宝飾品、テレビオーディオ機器から、果ては人間洗濯機とでも呼ぶようなカプセル状、シャワーシステムに至るまで幅広い活動を続けている。この領域の広さは、レーモンドローウィの口紅から機関車までに揃えて、毛抜きからスペースシャトルまでとも呼ばれる、あくまで例えであり、実際に NASA のスペースシャトルの設計に関与したわけではない。 彼のデザインの多くは、モックアップの形で、立体造形物、中には、実物大スケールでになっており、彼のデザインが持つ異質ながらも、調和の取れた雰囲気を伝えている。東洋の、いわゆる、自然と調和しようとする世界観、美意識といったようなものにも、関心を寄せている。日本では前日の科学博や大学での企画展のほか、 プロダクトでは1980年のデザインである、チョロ Q、1984年のオタル博覧会、キャノン株式会社の一眼レフカメラ、T90、1986年、マル M のスーツケース、ドクペリー感謝等のボールペン、メガネ、家具など日用品も多く出回っており、熱狂的な愛好者も見られる。コーチビルダーとして手掛けた数多くの自動車、スポーツカーや、 コンセプトカーなど、や、ドクシンベルのピアノペガスス等も現存している。ベルリン生まれで、イタリア系スイス人で、映画セットデザイナーの父と、ポーランド人の母を持つ。子供の頃は、4人兄弟であったこともあり家庭は、貧しく、玩具など買ってもらえないながらも、自身で工夫して玩具が作れるようにと、親は、木切れやボール紙を与え、自然に物を作ることを覚えた、工作少年だったという。 ハイスクール卒業の後、1946年ベルリン芸術大学で彫刻と絵画を学んだ。その後1949年から1952年、パリのソルボンヌ大学で空気力学を学んでいる。19歳の時、彼は自動車デザインスタジオへの就職を目指してフランスへ渡り、ここでプロパグという出版社に勤めながらレイアウトや製図の仕事をした。 この仕事が評価され、シムカのレーシングマネージャーであったミシェル・ゴーチェの依頼で、彼はフランスで初のファイバーグラス製レーシングカーの開発を手掛け、さらにフランスレーシング界の大物とも仕事をするようになった。彼はこのフランスで生活していた時にパリ大学で空気力学の研究を始めた。彼はかねてより航空機のデザインに強い憧れを抱いていたが、 この研究が彼のデザインと流体力学を直結させる独自のスタイルをより強固なものとした。ソルボンヌ在学中に彼はベルリンに戻りコーチビルディング工場のロメッツで働き、この時デザインしたフィアット 1100TV で1954年のジュネーブで開催されたカーデザインコンペティションでゴールデンローズ賞を獲得している。さらにアメリカ合衆国の航空機産業の 見学旅行とフランスで過ごした10年の後、彼はベルリンでコーチビルダーとして著名なエルドマンロッシ社に勤めなら自前の作業場で前衛的なスポーツカーのプロトタイプ製作を始める。ただ彼のデザインはあまりに奇抜であったため、これらは一般車には用いられなかった。この中で唯一と言っていい量産デーはコラーニ GT スパイダーで、これはフォルクスワーゲンビートルに FRP 製ボディを追加するというもので、ビートル改造愛好者向けのキットとして500セット限定で生産された。この期間、彼はパリの著名ファッション店のために新しい靴のデザインをいくつも手掛け、中には金の靴賞が与えられたものもあるという。1968年にはデザイン会社を設立、家具業界との密接な関係を保って、 数多くのデザインを手掛けている。休憩のキッチンユニットや安楽椅子のような秘書用のタイプライターデスクなど、異彩を放つ製品もないではなかったが、極めて実用性を重視したものだった。この前衛的ながら、機能的な家具は国際的にも評価され、米国の留守だった近代美術館でも展示されているという。1970年には、 ニュースターにほど近い17世紀の古城、シュロスハーコッテンに移り住んで活動していた。現在は、ミラノ、カールスルーへ、上海、モスクワ、サンパウロにオフィスを構え、文字通り世界を股にかけて活動中。1978年に、三 a 書房のカースタイリング編集長、藤本明がインタビューしたところでは、彼のデザインで特徴的な曲線は、 空力学的に有効であるのと同時に、女性的なソフトなラインを自身が、高ためだとしている。そしてそのようなラインを持つことこそが自然なアプローチであり、また女性的な、あるいは官能的なフィーリングは、男性にとっても女性にとっても魅力的な要素だと語、いる。そして、何より、地球はマリーことに注目すべきだとしている。これは何も、デザインスタイルの話ではなく、 彼らが400メートル級のカーゴシップ、貨物船に関する計算を行った際、船は地球の丸みに影響され、まっすぐに作るという紙によって、ストレスが蓄積することに気づいたからで、このため中央と両端では1センチメートルの差を持つ曲線で設計する必要があるという。また彼は自然の造形物を最大の手本としており、 日常的にステレオ顕微鏡で様々なものを見て過ごすという。またよく知られる話として、彼はデザインの段階で定規も使わない。自身の体である肘や肩を基準とした曲線を引くという。なお彼は多くのデザインを手掛けたことから年間で少なからぬロイヤリティを得ているが、曰く年間収支は差し引きゼロだとしている。 これは収入に見合うだけの研究開発を惜しみなく言っているためだということで空腹状態を保つことで創作意欲を刺激しているというこのため貯蓄も意味がないと述べている楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください